広報岐阜、2017年9月1日号。8月も終わり、暑さの中にもようやく秋の兆しが見え始めました。皆様、お元気でいらっしゃいますかでは、内容をご紹介しましょう。突然やってくる自然災害。防災対策していますか ?9 月1日は防災の日。 市長の元気宅配便第330回公共交通の利用促進による新たなまちづくりの提案 BRT トランジットモールお知らせ9月24日日曜日から30日土曜日は結核予防週間です アニサキスによる食中毒にご注意を。その他、案内、科学館スーパー理科室、ゲストサイエンスショー、家庭の生ゴミから対比を作ろう、などのご案内。以上です。突然やってくる自然災害、防災対策していますか 9月1日は防災の日地震や集中豪雨などの自然災害は突然発生し甚大な被害をもたらします近年は南海トラフ巨大地震が懸念されているほか台風や集中豪雨による洪水など自然災害の脅威にたびたび直面していますこうした災害に備えるため 家庭での防災対策が重要です。例えば、貴重品や飲料水など、避難の時に持ち出す非常持ち出し品、救援物資の到達やライフラインの復旧まで生活をするための非常備蓄品を準備することが挙げられます。また、地域のハザードマップや避難場所、避難所を確認し、災害が発生した時に、 どのように行動するのかを家族で話し合っておくことも重要です。他にも家具を固定するなど家庭でできる防災対策はたくさんあります。災害はいつ起こるか予測ができません。一人一人の防災意識を高め、いざという時のためできる限りの備えをしておきましょう。非常持ち出し品、非常備蓄品の一例。 非常持ち出し品は玄関等をすぐに持ち出せる場所に保管し、非常備蓄品は家族が1週間程度生活できる物資を備蓄しておきましょう。指定緊急避難場所及び指定避難所の看板、ハザードマップや地域の避難場所を確認し、災害時の避難経路や集合場所を家庭で話し合っておきましょう。 地震発生時の家具や家電製品の点灯、落下を防ぐため、L 字金具や突っ張り棒などで固定しましょう。問い合わせ先、都市防災政策課、防災対策課、電話番号267-4763。市長の元気宅配便、第330回。 スロバキア共和国のホストタウン、岐阜市市長、細江重光現在、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、急ピッチで国を挙げての準備作業が進められています大会用の競技施設、選手や観客のための宿泊施設、輸送手段や道路整備など、 大会開催地域における直接的な投資にとどまらずその効果を地方にも波及させるためのさまざまな取り組みも行われています一昨年地方の潜在的観光資源の発掘のため日本遺産の認定制度が始まり岐阜市の 信長公のおもてなしが息づく戦国城下町岐阜がその第1号認定を受けたのは記憶に新しいところです。折からの世界的な観光ブームを追い風とした積極的な外国人観光客の誘致活動の結果2020年の目標2000万人に対し 2016年の訪日外国人観光客は2400万人を上回る結果となりました今年2017年はひょっとすると3000万人にも届かんとする勢いですまた東京オリンピック・パラリンピックの参加国と地域が人的・経済的・文化的交流を図ることで 大会のレガシー遺産を地方にも残し、結果として地域のグローバル化、活性化、観光振興を図ろうとするホストタウン構想も重要な取り組みです。今年7月現在、全国で179件が登録されており、岐阜市もスロバキア共和国のホストタウンとして登録されています。今年度、 岐阜市ホストタウン推進本部を設置し全市を挙げての取り組み体制を構築するとともに7月にはスロバキアを訪問しかつて中日本国大使の経験もあるライチャーク外務欧州問題担当大臣やスロバキアオリンピック委員会のシーケル会長をはじめ同国のパラリンピック委員会会長 卓球連盟会長、カヌー連盟会長とも面談の上、事前合宿や市民との交流などについて協議を行うとともに、岐阜市への視察の要請を行いました。スロバキアは、日本と同様に高いレベルにある卓球に加え、カヌー競技も強く、昨年日本代表としてリオデジャネイロオリンピックで銅メダル、 カヌースラロームを獲得した羽田拓也選手も10年以上にわたりスロバキアで練習をしています大会前後には選手ばかりではなく同国から多くの観光客にも岐阜市を訪問してほしいものですスロバキアの首都ブラチスラバ市は人口約43万人ドナウ川に面する小高い丘に ブラチスラバ城がそびえる様は、岐阜城をいただく金火山のふもとを長良川が流れる人口41万人の岐阜市とうり二つです。同市のファルカソブスカ副市長との面談時にも将来に向けて漁師の都市間交流を活発にしていくことで意見の一致を見ました。 信長公のおもてなしの心でスロバキアの人々をホストおもてなししようではありませんか450冠事業公共交通の利用促進による新たなまちづくりの提案 BRT トランジットモール第1弾9月17日日曜日 18日月曜日祝日。第2弾。11月18日土曜日。19日日曜日。今年は2回開催。場所。長良橋通り。神田町3から神田町6交差点。時間。午前10時から午後4時。なお、午前9時から午後6時は、 一般車両通行禁止 BRT トランジットモールが点のにぎわいを中心市街地全体の面に広げ岐阜の街を元気にトランジットモールとは中心部の道路空間を人とバスに開放し人が街をゆっくりと楽しむ新たな街づくりの取り組みですトランジットモールの効果 1. 1健康。公共交通に乗って歩いて健康。2. 賑わい。岐阜駅と岐阜メディアコスモスの点の賑わいを中心市街地の面に広げ街を元気に。3. 環境。自家用車から公共交通に転換し CO2 削減。今年度は 9月、11月に2回開催昨年度の交通社会実験で公共交通の利用促進と賑わいの創出に大きな効果があったことを踏まえ今年度は9月と11月に2回開催します岐阜信長楽市との連携トランジットモール区間内で 信長港450プロジェクトの一環として、沿線商店街が岐阜信長楽市を開催し、魅力あふれる出店により賑わいを創出します。昨年11月の交通社会実験の結果、バスの利用は大幅に増加、シャトルバス、約2500人利用、路線バス、 全体で約4%の利用者増加。来外者交通量は通常に比べ大幅に増加。土曜日で約1.6倍、日曜日で約4倍。渋滞は少なく、皆さんのご協力で交通への大きな影響はありませんでした。BRT バスラピッドトランジット 市が平成22年度から導入を進めている次世代型のバスシステムで地方都市では全国で初めて導入しました。連接バスやバス優先レーン、公共交通を優先する信号システムなどの導入で早く遅れずに多くの人を運べる快適で便利なバスシステムです。 岐阜メディアコスモスイベント9月17日日曜日18日月曜日祝日信長公ギャラリー前期開催中11月18日土曜日19日日曜日岐阜信長夢の楽市開催信長公ギャラリー後期開催中 岐阜メディアコスモス主催イベント。柳瀬周辺イベント。9月17日日曜日。サンデービルジングマーケット開催。水戸の町オープンカフェ開催。11月18日土曜日。柳村楽市開催。11月19日日曜日。サンデービルジングマーケット開催。 水戸の町オープンカフェ開催 JR 岐阜駅周辺イベント9月17日日曜日18日月曜日祝日岐阜クラフトフェア開催9月17日日曜日岐阜駅ライブマーケット開催11月18日土曜日19日日曜日 岐阜信長、夢の楽市開催。岐阜信長楽市、連携開催。商店街による飲食、物販、市内外の特産品など魅力あふれる約50店舗が出店予定。9月。主な出店内容。惣菜、フルーツ、焼きそば、焼き魚、コロッケ、 和菓子、つくだに、青酒の聞き酒、きしめん、名古屋、はもの、せき、せんべい、やおつ、とうき、とき、しらかわ茶、しらかわ町、しぎしょう、けんぎしょう、銀行移動 ATM 社、けんけつ PR など、なお、11月の出店店舗は未定。 岐阜信長楽市についての問い合わせ岐阜市商店街振興組合連合会電話番号262-1415バスに乗って BRT トランジットモールへ出かけようトランジットモール期間中に中心市街地で実施される様々なイベントを連接バス トトランジットモールシャ連接バスを期間限定でシャトル運行運賃100円期間中トランジットモールシャトルバスが JR 岐阜駅名鉄岐阜駅からトランジットモール区間岐阜メディアコスモス間を約20分間隔で運行します この機会にぜひご乗車ください。なお、路線バスは休日ダイヤで通常運行します。シャトルバス主要バス停。岐阜メディアコスモス。JR 岐阜11番乗り場。名鉄岐阜4番乗り場。お得に1日乗り放題。 岐阜バスで販売するお得な乗車券をご利用ください。信長港450プロジェクト協賛、近一運賃区間限定1日乗車券。発売額、1枚、大人450円、子供230円。利用期間、12月31日日曜日まで。 土日祝日限定1日乗車券発売額1枚500円大人子供同額です利用期間9月16日土曜日から11月26日日曜日の土日祝日なお9月9日土曜日販売開始です 乗車券についての問い合わせ先。ギフバス。電話番号26。266-8822。当日は、長良橋通り実施区間周辺で渋滞が予想されますので、迂回にご協力をお願いします。詳しくは、市ホームページでご案内します。問い合わせ先。 交通総合政策課電話番号214-2016お知らせまずはじめに9月24日日曜日から30日土曜日は結核予防週間です平成27年に全国で 18,280人が新たに結核と診断されています。結核は6ヶ月から9ヶ月間毎日薬を服用すれば治る病気です。結核は早期発見が大切です。発見が遅れると症状が悪化し家族や学校、職場などで 周りの人へ移す危険が高くなります 1. 咳や痰、発熱などの症状が2週間以上続く場合は要注意早めに医療機関で受診しましょう 2. 高齢者の血核が多いです体重減少、食欲不振、元気がないなど いつもとは違う症状に注意しましょう。周りの人も異変に気づいた場合は医療機関での受診を進めてください。3. 年1回胸の X 線検査を受けましょう。65歳以上の人は年1回の結核検診が義務付けられています。市では 20歳以上の市民を対象に無料で肺がん結核検診を実施しています予約は不要です日程会場は市ホームページまたは広報岐阜などでお知らせしています問い合わせ先保健所地域保健課電話2 5 2 2 番です。次はアニサキスによる食中毒にご注意をアニサキスとは体長約2センチから3センチ、半透明白色の寄生虫でサバアジイカイワシサンマなどに寄生しますアニサキス幼虫が寄生している 魚介類を生または加熱が不十分な状態で食べると食中毒、アニサキス症が起こる場合があります。激しい腹痛のほか吐き気や嘔吐などを伴うこともあります。近年多く発生しているので注意してください。予防方法加熱する 60度では1分、70度以上では瞬時に死滅する。冷凍する。マイナス20度で24時間以上冷凍すると感染しない。新鮮な魚介類を購入し、速やかに内臓を取り除く。内臓を生で食べない。幼虫は 魚介類の内臓に寄生するため鮮度が落ちると内臓から筋肉身の部分に移動する目視で確認してアニサキス幼虫がいたら取り除く塩わさび酢などを使用しても一般的な料理で使う程度の量や濃度ではアニサキス幼虫は死滅しません 問い合わせ先保健所食品衛生課電話252-7194番です次は岐阜市議会第4回9月定例会をテレビ中継します平成29年9月5日火曜日に開会予定の 岐阜市議会第4回9月定例会における質疑一般質問の初日9月14日木曜日の予定と2日目15日金曜日の予定の模様を岐阜ちゃん岐阜放送でテレビ中継します放送時間は 午前10時から午後5時予定です。本会議は傍聴できるほか、市ホームページのインターネット中継、ライブ、録画でもご覧いただけます。また、中継映像を録画した DVD の貸し出し、視聴、副写、実費も行っています。 問い合わせ先、議事調査課、電話214-6237番です。次は、全国一斉、高齢者・障害者の人権安心相談、強化週間、電話相談所を開設。高齢者や障害のある人の相談を 人権用語委員や法務局職員が無料でお受けします。日時9月4日月曜日から10日日曜日の月曜日から金曜日は午前8時30分から午後7時土曜日日曜日は午前10時から午後5時 相談電話番号0570-003-110番問い合わせ先岐阜地方法務局人権擁護課市人権啓発センター電話214-6119番です次は全国一斉 法務局休日相談所。登記、非課特定、戸籍、教託、人権、遺言、青年貢献制度などの相談を、法務局職員や交渉人、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員が無料でお受けします。日時、 10月1日日曜日午前10時から午後4時場所イオン柳津店柳津町本郷4-1-1事前予約優先当日受付か申し込み問い合わせ先9月6日水曜日から電話で 岐阜地方法務局総務課電話245-3181番内線116番平日の午前9時から午後5時へ次はコンビニ交付サービス拡大と自動交付機廃止のお知らせ コンビニ交付サービスを拡大します。平成28年4月から開始したマイナンバーカード、個人番号カードを使用して各種証明書が取得できるコンビニ交付サービスは9月1日金曜日からミニストップでもご利用できます。店舗数が増え、 ますます便利になったコンビニ交付サービスには、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの申請・取得をお願いします。コンビニ交付サービスの店舗・時間・取得できる証明書など、利用店舗、全国のサークル K サンクス、 セブンイレブンファミリーマートミニストップローソンマルチコピー機設置店舗のみ利用時間午前6時30分から午後11時戸籍証明書戸籍の不表の写しは平日は午前9時から午後5時30分 土曜日日曜日祝日は午前10時から午後4時12月29日から1月3日メンテナンス時は休止証明書種類手数料1通あたり住民票の写し300円印鑑登録証明書 300円。所得、課税、証明書。300円。戸籍証明書。450円。戸籍の不評の写し。300円。戸籍証明書。戸籍の不評の写しは、岐阜市に住民票の住所及び本籍がある人に限る。手数料は、 窓口交付と同額平成30年9月末に自動交付機を廃止します。コンビニ交付サービスの拡大に伴い平成30年9月30日日曜日に全ての自動交付機本庁舎北部事務所を廃止します。 利用できる期間、自動交付機、本庁舎、北部事務所、平成30年9月末まで利用できます。10月以降は利用できません。コンビニ交付サービス、ご利用にはマイナンバーカード、個人番号カードが必要です。 平成30年9月末ままでで利用できます。10月以降も利用できます自動交付機で使用する岐阜市民カードは印鑑登録証としても使用しています窓口での印鑑登録証明書の請求や会員などに必要ですので 大切に保管してください誤って破棄紛失した場合は本人が来庁し再交付の手続きが必要となりますのでご注意ください問い合わせ先市民課電話214-6175番です次は450 冠事業岐阜市健康エンジョイスポーツデイ日時11月3日金曜日祝日午前9時から午後2時小雨中止集合場所岐阜公園内噴水広場受付テント参加無料 内容1・岐阜健康ウォークコース七曲り登山道2・レクリエーションスポーツ体験3・ノルディックウォーキング体験1から3は当日受付4・ノルディックウォーキング教室の参加者募集時間 午前9時30分から正午対象者定員中学生以上60人申し込み問い合わせ先ノルディックウォーキング教室参加希望と明記し住所、氏名、性別、年齢、電話番号を電話、ファックス または、E メールで、9月4日月曜日から10月13日金曜日に、市民体育課。郵便番号500-8720、神田町1-11。11電話214-2370番。ファクス 265-8045番 e-mail s-taiku-ty.gifu.gifu.jp へ先着順です次は9月は 健康増進不休月間。一に運動、二に食事、しっかり禁煙、最後に薬、健康寿命を延ばそう。癌、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病は、認知症や寝たきりなど、要介護状態となる原因にもなり、健康寿命、 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を伸ばすためには健康的な生活習慣の確立が重要です自身の生活習慣を見直し健康づくりを実践しましょう気をつけたい生活習慣1身体活動運動 今より10分多く体を動かす。2. 栄養、食生活。毎日野菜をプラス一皿。だし、柑橘類、香辛料などを使って美味しく減塩を心がける。3. タバコ、禁煙にチャレンジ。受動喫煙のない健康社会を目指す。 4. アルコール。お酒は、賢く、楽しく、ほどほどにを心がける。5. 休養。心の健康づくり。良い睡眠で、体も心も健康になる。6. 歯、口腔の健康。毎日の歯磨きで、お口の健康を保つ。 問い合わせ先健康増進課電話252-7193番中市民健康センター電話252-0632番南市民健康センター電話271-8010番北市民健康センター電話 232-7681番です次は広報誌をもっと身近に楽しめます毎月2回発行している広報ギフをスマートフォンやタブレット端末パソコンでより便利に読めるようになりました広報誌閲覧サービス マイ広報誌と街色をぜひご利用ください。マイ広報誌 https コロンスラッシュスラッシュ m y k o h o j p スラッシュ広報ギフをカテゴリー子育て健康など別にテキスト形式で掲載 キーワードで記事を検索したり、気になる記事を一覧で表示できます。視覚障害のある人が利用されている音声読み上げソフトにも対応。街色広報誌を電子ブックで読むことができるアプリアプリを利用して広報岐阜を スマートフォンなどで閲覧できます。毎号発行日にはお使いのスマートフォンなどに通知が届きます。街色のダウンロード方法1、街色と検索しアプリをダウンロードしてください。QR コードからもダウンロードできます。2、 アプリを起動し必要事項を入力3「利用開始」を押し登録完了4「広報誌の追加」を選択し岐阜紙を検索問い合わせ先広報公聴課電話214-2387番です 案内科学館スーパー理科室ゲストサイエンスショー NEC ガリレオクラブ講師理科教育研究フォーラム代表の松延静香さんをゲストに迎え講座形式のサイエンスショーを開催します期日10月9日月曜日祝日時間内容1 アルギン酸ビーズでアクアドームを作ろう。午前10時から正午まで。2、科学捜査班、ゆうこさんを探せ。3、低温プラズマ発酵、RGB 合成実験。午後1時30分から3時30分まで。対象者、1、小学1年生から3年生。2、 小学4年生から6年生、定員各24人、受講料、入館料、高校生以上610円、3歳から中学生200円が必要となります。なお、岐阜市内在住の中学生以下は無料です。申し込み問い合わせ先、9月2日土曜日から 15日金曜日筆着で、希望教室、振り仮名を振った氏名、学校名、学年、電話番号を往復はがき1人1枚、返信表面に郵便番号、住所、氏名を記入し、または E メール1人1教室につき1通で、科学館10月 GSS 係、 郵便番号500-8389本条3456-41電話番号272-1333番メールアドレス gcsm-quartz.ocn.ne.jp へお申し込みください 申し込み者多数の場合は抽選となります家庭の生ゴミから堆肥を作ろうダンボールコンポスト講座生ゴミを堆肥にして花や野菜を育てませんか機材入りのダンボール箱の中に生ゴミを入れるだけで手軽に堆肥ができる方法を説明します日時場所1 9月13日水曜日、長森コミュニティセンター、住所前意識1-2-1。2、9月27日水曜日、西部コミュニティセンター、住所下鵜か1-105。3、9月30日土曜日、ハートフルスクエア G、住所 橋本町1-10-23時間はいずれも午後1時30分から3時まで講師段ボールコンポストアドバイザー定員各30人参加費無料岐阜市内在住で初めての受講者に導入セット1世帯1セットを申請申し込み問い合わせは 各開催日の2日前までの会長日時に電話で循環型社会推進課電話番号214-2179番へお問い合わせください先着順となりますなお事前申し込みが必要です申し込み者がない場合は中止します団体で受講希望の場合 出前講座を行いますのでお問い合わせください「動物愛護フェスティバル in 岐阜」「笑顔でつなぐ大切な命」「日時9月23日土曜日祝日」「午前10時から午後3時」「なお荒れた天気の場合は中止となります」「場所畜産センター公園」 住所、椿ボラ776-4内容メイン会場オープニングセレモニー動物愛護作文絵画コンクール優秀者表彰式スタンプラリートースターペンダント粘土細工うさぎ羊との触れ合いバードウォッチングペットの健康相談などなお 動物の連れ込みは不可となります。ドッグラン介助、盲導、警察、災害救助犬の実演など、入場料無料、問い合わせ先は、保健所生活衛生課、電話番号252-7195番です。障害学習による まちづくり人材養成事業見つけよう新たな可能性創造しよう魅力的なまちづくりまちづくり活動に役立つスキルを学ぶ講座を2講座行います企画発想力を磨きまちづくりに生かす全2回日時10月6日金曜日 午後2時から4時30分12日木曜日午後2時30分から5時講師元 NHK アナウンサー森吉弘さん申し込み締め切り日9月27日水曜日筆着ちづくり活動のためのファシリテーション力 全2回。日時11月6日月曜日。13日月曜日の午後1時から4時まで。シチズンシップ教育企画。ファシリテーター。川中大介さん。申し込み締め切り日。10月27日金曜日筆着。場所。 ハートフルスクエア G 研修室50定員各20人受講料無料申し込み問い合わせ先は口座名、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を往復はがき各口座1人1枚で郵送または返信用はがきを持参して 直接、障害学習センターへ。郵便番号500-8521。橋本町1-10-23。電話番号268-1050番です。申し込み者多数の場合は抽選となります。女性の活躍スキルアップアカデミー。 全2回誰でもできるプチ企業入門日時内容1企業へのファーストステップ10月25日水曜日2私のやりたいことを形に11月8日水曜日時間は午前10時から正午場所 ハートフルスクエア G 中研修室講師株式会社アライド代表取締役栗田康代さん対象者定員プチ企業を考えているまたは興味がある女性30人受講料無料託児満1歳から未就学児を対象申し込み時に お子さんの氏名、生年月日、性別を明記、申し込み者多数の場合は抽選となります。申し込み、10月14日土曜日必着で、口座名、郵便番号、住所、振り仮名を振った氏名、性別、年齢、電話番号を往復はがき、またはホームページの口座お申し込みから、 女性センターへお申し込みください。申し込み者多数の場合は抽選となります。なお、希望者には講師と受講者同士の交流会があります。2> 第2回、女性の生き方・働き方大相談会。女性に関する様々な問題や悩みを各分野の専門家が 個別に相談に応じます。日時11月3日金曜日祝日午前10時から午後3時まで。面接相談内容相談名、内容、相談員の順に読みます。相談名1、入、税金なんでも内容 パートで働くときの税金や相続税など、相談員、税理士。二、入、調停って何調停制度と手続き方法の説明。なお、直接紛争解決を図るものではありません。調停委員。三、働く人のメンタルヘルス。 職場での人間関係などの悩み。産業カウンセラー。4. 労働などいろいろ。パワハラや離婚など法律に関すること。弁護士。5. シニアになっても働きたい。シルバー人材センターを通した就業の相談。公益社団法人。 岐阜市シルバー人材センター職員6プチ企業創業自分の特技や経験を生かす事業計画の立て方や初歩的なノウハウなどなお融資の勧誘はしません株式会社日本政策金融公庫職員7乳幼児から大人までの健康な食事 離乳食、幼児食、介護食や病気の時などの栄養相談。公益社団法人、岐阜県栄養士会、管理栄養士。8. 子供の発達の悩み。発達の遅れや発達障害、子育ての心配事。なお、子供同伴が可能です。 乳幼児心理相談員。9。夫や彼とのトラブル。夫、彼との関係や暴力などの悩み。なお、電話相談も可能です。女性相談員。10。女性のためのメンタルヘルス。心、精神の悩み。なお、処方箋は出しません。 精神科医。なお、相談時間は1人25分。3、6、9は50分となります。場所、ハートフルスクエア G2 階。定員、各8人。3、9は4人。相談料、無料。託児、満1歳から 未就学児を対象10月26日木曜日までにお申し込みください申し込み相談名氏名年齢電話番号を電話またはホームページの口座お申し込みから女性センターへ先着順となります女性センター郵便番号 500橋本町11023電話番号「番です。柳瀬ジュラシックアーケード2017」日時9月9日土曜日10日日曜日午前10時から午後5時まで。 場所柳瀬商店街一帯今年も柳瀬にリアルな恐竜が出現10体の恐竜ロボットをめぐるスタンプラリー化石発掘体験ワークショップなどイベントが盛りだくさん約60店舗の協賛店では当日限定の特別サービスもあります問い合わせ先 岐阜ど真ん中夏祭り実行委員会岐阜柳瀬商店街振興組合連合会内電話番号262-6261番です散歩で野外ライブとスペシャルライブマンテルと愉快な仲間たち昭和歌謡音楽祭日時 11月5日日曜日午後6時から8時場所岐阜市民会館大ホール住所三重寺町2-6岐阜市出身のサックス奏者野野田マンテルさんによるスペシャルライブボーカルには八代目歌のお兄さん早見健太郎さん平成の女ギター流し岡井さんを迎え 昭和歌謡バンドダイナマジック岐阜市民ジャズビッグバンド楽市ジャズ楽団の演奏による豪華ライブが繰り広げられます。料金全席指定一般1000円前売り当日とも前売り日時場所9月7日木曜日午前10時から岐阜市民会館で 翌8日金曜日からは岐阜市文化センターでも発売問い合わせ先は「文化芸術家」電話番号21「214-4973番です。第66回岐阜市身体障害者福祉大会障害のある人もない人も よりよく生きる社会を目指し開催します。日時9月10日日曜日午前10時15分から正午場所16プラザ住所橋本町1-10-11内容藤代行火曜所大会式典入場料無料事前申し込みは不要です。 問い合わせ先は、岐阜市身体障害者福祉協会、住所、都通り2-2、電話、ファックス番号、252-6691番です。岐阜市の電話番号は26、265-4141、ホームページアドレスは、http コロン、スラッシュスラッシュ、 www.city.gifu.lg.jp email ーーアドレスは soudan.gifu.gifu.jp c i t です以上で広報岐阜2017年9月1日号 を終わります。